12月13日、松山市熊野台の松山中央卸売市場で、うん丼弁当の発表会が行われました。うん丼とは、冬至に運がつく食品を食べると幸運が得られるという言い伝えから、伝統文化を普及し、また野菜の消費を拡大するために、全国青果物商業協同組合連合会が取り組んでいる活動です。この活動で、松山中央青果商業組合が愛媛大学大学院農学研究科の柿原敏子准教授監修のもと、うん丼弁当を全国で初めて開発しました。この弁当には銀柑、銀杏、大根、レンコン、ちりめんなど冬至の七草をはじめ愛媛産、松山産にこだわったんのつく食材が盛り込まれています。野菜の摂取量を増やしていただくと、そして、運を開けていただく、健康をアップしていただくということをコンセプトにしてやってまいりました。野菜が、全国摂取目標の 350g の半分をこのお弁当一つで取れることを一番の目標として開発いたしました。ぜひともこのお弁当を食べることによって恩を開けていただきまして、また健康をアップしていただきましたことを心から願っております。思いを込めて作りましたので、野菜以外にも魚であるとかチーズとか肉類とかね、そういうふうなものも入ってますよね。栄養バランスっていうふうなところも考えましたので、手に取ってまた彩りとかも考えましたので、見ていただければというふうに思います。このうん丼弁当は12月22日の冬至の日、松山市内を中心とした県内およそ50店舗で販売されるとのことです。